坂田道夫は、日本の政治家、教育者で八大市長、名誉市民。長男は防衛庁長官、衆議院議長を務めた坂田道太。熊本県八代郡宇柳村に生まれる。父は、明治神殿製造の功労者たる坂田忠である。八代中学校時代から、秀才の誉れが高かった。1905年9月、 第五高等学校第一部独法科に入学する。1908年7月、同科を卒業し、直ちに東京帝国大学法科大学ドイツ法科に入学する。1912年7月、同大学を卒業する。1913年9月、第五高等学校教授に任ぜられる。1920年9月、 経済学研究のためドイツ・イギリス・アメリカへ1年半の私費留学に出発する。1923年3月、五公教授を退職する。以後、政界で活躍し、ことに、郷里八代の発展に尽くした。植流村に熊本県議などを経て、1937年から熊本県選出の声優会第議子を一期務めた。1940年、 初代八代市長に就任し、1946年まで、勤めた。戦後、公職追放となり、追放解除後の1955年から再び、八代市長を2期勤めた。このほうやなぎ漁業組合長、八代軍水産会評議員、同農会長、同実業団体連合会長、九州木材防府社長を勤めた。ありがとうございます。